私は地下鉄、甲州の地下鉄の、1号線、6号線の東山口ドンシャン港ジャンにいます。なんかこの辺ですね、割と古い建物とか集まった場所があると友達に聞いたんで、ちょっと行ってみようかなと思うんですけど、こっち逆か、こっちですね。一回ここの駅で降りたことあったんですけど、なんかそんな古い建物とか、なんか和洋折衷、まあ洋館みたいなのがあって、なんか昔の商売人の金持ちの人の家があるらしいですね。なんかあと毛沢東さんのなんか別荘というか家というか、そういうのもあるようなネットでちょっと見たんですけど、ちょっとどんな感じか、まあ行ってみないと分かんないです。しかももっと早く来る予定だったんですけど、見ての通りさっきまで大雨降ってて、ちょっと予定より 2,3 時間ですね遅くここに来てしまいました。午後もうちょっと早く来る予定だったんですけど、夕方になってしまいました。地下鉄がめっちゃ混んでましたね。まあ帰宅ラッシュの時間ですかね。なんか小さなカフェとかあっておしゃれなとこが多いと聞いたんですけど、まあここもそんな感じですね。なんかちっちゃいカフェですね。この建物もなんか古そうですね。下がめっちゃ滑るんで歩きにくいです。私はこのスニーカーの底が悪いんかな。安物のスニーカー買ったからかな、これ。なんか聞いたことのない安いブランドのやつ買ったんで、めちゃくちゃ滑るんですよね、下が。危ないですね、これ、靴。買い替えないと。まあ、ここをですね、とりあえず行って、左に行けば、なんかそんな感じの通りみたいですよ。ここは、シューチェンルーっていうんですか、これ。なんか建物も古そうですね。こっちのこの奥はなんか古いとこ行きそうですね。違った意味で。なかなかいい感じの景色のとこじゃないですか、これ。ちょっと写真撮ります。なんとなくでも言ってる意味が分かりますね。マスク。ちょっとこっち行ってみましょう。二輪車がめっちゃ多いけど、ちょっとこの辺ぐるっと回ってみましょう。ちょっと地下鉄の出た出口が悪かったかな。F で出たらよかったのかな。ここですね、この通り。マオチェンジージオって言うんですか、これ。この辺とかが、ちっちゃい店がいっぱいあるという風に。なんか、甲州に何年間か住んでた人が、何年間か住んでて、一回甲州離れてまた戻ってきたのかな。
ちょっと日本人の人で一人友達を紹介してもらって、一緒にご飯食べて教えてもらいました。なんかその人にはマカオも広州から日帰りで行ったって言ったかな、なんか遊びに行ったとかって言ってたんで、マカオもまた行ってみようかなと思いますね。まあ確かにちっちゃい店いっぱいありますね。パン屋さん、カフェか。ここはおしゃれな本屋さん、なんか おしゃれな本屋さんですね。ここは寿司屋さん、ラーメン屋。多分午後来たらいろいろカフェ巡りとかできるんですけど、まあでもこの時間でも全然やってますね。雨が降ってきたんで、まあでもおかげで暑くなくていいです、今の段階では。まだ暑くなってくるかもわかんないですけど、ちょっと雨が降って温度冷えたような感じなんですけど、どれぐらいの規模でこのこういう感じのが広がってるのかいまいちわかんないんですけど、こっち行ったらなさそうですね。なんか私一回駅ここで降りたことあるんですけど、なんか違う高校で降りた感じですね。こっち行ってみよう。ここは空で言うとユエシュークですね。ユエシュークって上海で言うとジンヤン区みたいな感じですかね。昔ながらの、なんて言うんですか、昔からこう発展してる場所、新しく開発されたというよりは前からずっとある場所、そんな感じですね。なんか学校かなんかなんですかね。小学校って書いてるわ、これ。こっちはしかも中学校ですよ。これなんか頭良さそうな感じしますね。この画角でちょっと写真撮ります。いい感じですねこれ。じゃあこっちには店とかなさそうですね。向こう側回ってみるか。この名前はまた見たことない字ですね。シュグユエンルーですか、これ見えますか。シュグユエンルー、これなんか最初広州来た時、いやーこれ広州どうやろうなーと思ったんですけど、いろいろ見てるうちになんかなんとなく面白くなってきますね。ここはこういうレンガ風の建物があって、あれですね、香水屋さん
フレグランスの店、なんかそんな感じですね。あ、コーヒーって書いてるからカフェか。あ、コーヒーカフェもあるんですね。こういうちょっと文化的な感じがありますよね。やっぱ小学校ですね、これ。観光客というか、まあ地元の人がちょっと来そうな、ここもなんかいい感じのカフェですね。この字これ初めて見ましたね、この字。カフェ巡り、カフェの場所なんとなくもう一個別のとこも見つけてるんで、ちょっとこれでだんだん甲州を知り尽くしていこうかなと思いますね。まあその教えてくれた人が上海で言うと、ここはあのウルムチルーみたいな感じの場所だなっていう。あそこもなんかカフェですか、バー。こんな感じですね。なんか確かにちょっと洋風っぽいですもんね、こうレンガで。この建物とかも完全に洋風ですもんね。このなんかこのヤシの実じゃないけど、こういう南国のあれと合いますね、これ。いや、こういうところ全くないんじゃないかなと思ったんですけど、そんなことない。あれ、なんか書いてるけど、ちょっと車来て撮れないです。宗教三大なんとか記念館とかありますね。全中国国民革命者連合地以来って書いてますね。あ、なんかこう林沢東さんのなんかがって言ってたのここなんかな、ちょっとわかんないですね。こっちは車めっちゃ来るな。でも何もないんかな、ちょっと分かんないんで。ここがそうなの。1923年別にここは撮影していいでしょうね。っていうかこれ、まあ、博物館的にこう見えるようになってるんで。まあ、レンガ風のこういう建物は本当いっぱいありますね。中国こういう入れ墨入った人いっぱいいるんですけど、全然普通の人です。
あの反社とかでは全くないです。普通の会社員でも入れずに入ってる人いっぱいおるんで、女の人でも。すごい車来るなこれ。なんでしょうね、なんでこんな、確かに洋風ですよね。車がちょっと少なかったんですよ。車が多いのがなんか雰囲気を。なんかアートスペースみたいなところですかね。なんかめちゃくちゃいい感じの路地ですねこれ。家っぽいですね。でも、ね、本当ね、甲州を制覇してみんなに紹介できるようにしようかなって決めました。なので甲州の動画ちょっとしばらくですね、ちょっと甲州制覇するまで甲州に滞在します。ここはメガネ屋さん。カフェコーヒーって書いてるわ。カフェ街ですねこれ。これもなんかちょっと洋風ですもんね。多分あっちがまだちょっと賑やかな感じのとこですかね。確かにこの雰囲気はいい感じですね。高層ビルと高層マンションだらけのとこ面白くないですからね。
ドンシャンダージェ。まあこの地下鉄の駅の周りがだいたいこんな感じですかね。周辺が、なんかでもカフェがある感じじゃないですね。ちょっと割と下町な感じなんですけど、なんかネットで誰かのブログとか見たらもうちょっとなんかカフェとかあったんです。ちょっとこことは外れてんのかな。ここは市場、まだこのドリアンどこ行っても売ってますね。あ、でもここコーヒー屋さんありますね。コーヒー屋あると思えばこれ洗濯干したところとかああいうおっちゃんが修理してたりとか。うずら、まあ、天気は良くなってきましたね。女の人が写真撮ってるから、やっぱこういう写真撮りに来るような場所なんでしょうね。あそこもなんかカフェっぽいですね。まあ、でも静かに住んでる人からしたら土日とかに観光客来られたら嫌でしょうね。まあ、上海の天珠飯もそんなか。あ、ここもなんか花屋さんとコーヒーの店ですか。この感じめっちゃいいですね。この階段あって、このカフェっぽいな。アイスクリームの店ですか。道の名前とっとこ、なんとかダーマル。この字が分かんないです。このテスラが来ましたね。あ、テスラのなんか6月の販売台数が予想より良かったっていうことで、昨日日曜日だったんですけど、昨日の
あれですね、なんか夜ニュースが出て、今日は夜から月曜日なんでアメリカの株の取引始まるんですけど、もう 6% ぐらいガーンってギャップアップで株上がってますね。株価、このテスラですね。テスラが標準になるんですかね、なんか充電器が。ちょっとテスラの写真撮ろう。まあ確かにテスラ中国でもかなり売れてますよ。 BYD と本当テスラだあれですよね。ただあのシャオペン X ペンもなんか良かったみたいで、こっちは普通の住宅地みたいですね。あの中国の EV 株もプレマーケットでガーンって上がってますね。まあバブルなのかわかんないですけど、まあ儲かるんだったらいいっていうあれですかね。私もテスラもどうかなと思ったんですけど、まあちょっとこれに乗ることにして、前からちょっとこの間落ちた時にテスラガッと入りました。ティッカーがテスラの普通のティッカーって TSLA なんですけど、現物株じゃなくてあの ETF の方の TSLL 1.5 倍レバレッジのやつ買いました。3倍ぐらいレバレッジ効いててもいいんですけど、 1.5 倍のやつがあったんでそれ買いました。普通にテスラ買おうかなと思って注文入れようと思って検索入れたら、レバレッジのやつと両方出てきたんで、あ、どうせだったらレバレッジでいいわと思って。この辺もカフェですね、全部。ここは中国銀行。こっちの方もなんかそんな店ありますもんね。なんか若者が来る店ですね。ここもあれな、雑貨屋さんかこれ。こっちは診療所ですけどね、普通に。ナンバープレート。ちっちゃいカフェめちゃくちゃありますね。ほんとこの靴めちゃくちゃ滑りますね。この靴ちょっとダメですね。特にこれなんか広州雨が多いんで、まあ上海も今の時期多いですけど、服屋さんか。ああ、私さっき向こう行ったんですね。こうぐるっと回ってきた感じで、だいたいこの辺回ったのかな。今歩いてる道はこれですね。マオシェンシジエ。駅がそこですね。
ょっともう一回向こうの方行ってみましょうか。怖いなこれ、バス。まあでも若い人が遊びに来る、そんな感じですね。日本人のおっさんとか来る場所じゃないですね。金髪の若い人見るとこんな金髪にしてって思うんですけど、私も20歳ぐらいの時思いっきり金髪でした。よくバイトできてたなと思うんですよ。知らずほんでバイトしてたら、バイトのその時私大学生だったんですけど、高校生のまあ後輩というか男のやつが私に、ユウさん金髪で何も言われないんですかって、なんか仕事してる時に言うから、言われるって俺大学生やのに誰に言われんの、別に学校で言われへんやんって言ったら、なんかいや学校じゃなくて店長にですって言われて、あれそういや言われてへんけどって言ったら、なんかそいつは言われてるみたいで、私結構ちゃんと仕事してたんで言われなかったのかもしれないですけど、まあ、そういう話を覚えてますね。まあ、古着屋さんみたいな感じですかね、これ。なんか金髪というか、あの白くなるぐらいまで一回やったことありますね。ブリーチしすぎて、まあ、お店でやってもらったんですけど、髪の毛が先が溶けるぐらいまでいって、ちょっとやばかったですね。今は二度とそんなことしないですけどね。こっちもなんかカフェ、バーですかこれ。ビストロって書いてるから。なんか変わった感じですね。うまそう。服屋さんですか。ガールズショップ。何でしょうね、こういうのを見ると本当昔の中国のイメージと多分全然違いますよね。ここは、ね、果物のなんかの店、スイーツみたいな店ですね。もうカフェ。いやこれ本当2010年以前の上海知ってる人見たらちょっとなかなか
びっくりすると思うんですけど、なかなか私自分がなんか店とかやっててめっちゃ金髪のやつ来たらちょっとあんまり採用したくないですね。見た目で判断しちゃダメですけど。ここはバー、いやイタリアンレストランですね。こんな感じの、こっちはこれ何の店、ミステリーラウンジって書いてある、シガーウイスキーカクテルカフェ、ミステリーラウンジ、確かにここなんか雰囲気違いますね。ここはジュンイル、マケヘンデさんもなんか講師来るとかって言ってた気がするけど、マケヘンデさんとここ来ても仕方ないですね。マケヘンデさんとマカオ行くんだったらあれですよね。ここもコーヒー屋さん、ここもカフェか、すごいな。ハンドメイドの店っぽいですね。なんか地図あるけど、確かにこれ何やろ、なんか普通の広東省の家とは違いますよね。なんかでも坂があっていい感じですね。から向こう抜けられへんな。
東山口ドンシャンコ。向こうは大きい通りなのかな、ちょっと戻る前に。実はまあ割と普通の通りに、まあカフェはあるけど普通の通りですね。やっぱり街は歩いてみるもんですね。歩かないと分かんないですね、これ。中央にずっといてもこういうとこあるんやなとちょっとびっくりするし、なんでしょうね。撮影スタジオか。ここなんですか。ああ、なんかネイルとかの店ですね。ここのビル全体がこういうあれになってるんですね。カフェとか上の方もなんかありますもんね。まあこういう壁も綺麗にしてますもんね、明るくして。店なのかな、店か家かがちょっと曖昧な感じですけど、なかなか上海とかそういうのあんまないですよね。お、店じゃないか、なんか
ミュージックアカデミーって書いてます。学校です。音楽。こっちは普通の家か。なかなか学生ぐらいの大学生ぐらいの若い人が多いですね。こういうのもでも上は普通の家なんですけどね。この上もなんかカフェですね。ちょっと雨降ってきましたね。あ、結構降ってきた。まあ、駅すぐそこなんで。なんかコーヒー飲もうかなと思ったけど雨なんでちょっと。
まあでもなんとなく分かりました、どういうところか。何も店入ってないですけど、ね、やっぱり自分の足で歩いてみるのと全然違いますね、イメージと。来た方が分かりますね。あれ、地下鉄の入り口、あっちか。あれ、前どっから出てきたんかな。なんか前来たところで全然違うんですよ。前の時向こうから出たんかな、確か。こんな感じじゃなかったですね。これ滑るの怖いな、階段のとこ。この多分スニーカーが悪いですね。そこで弾き語りみたいなってやつと、これちょうど F 出口、 F ですか。こっからあれですね、来たら近かったですね。弾き語りみたいなのやってますね。まあ大体どんな感じか分かったんで、まだちょっと昼間来てゆっくりなんかコーヒーでも飲もうかな。一人で来てもあれなんですけどね。ということで、まあこんな感じですね。皆さんグッドボタンと、チャンネル登録してない方はよろしくお願いします。それではまた講習の動画引き続き上げていきたいと思います。これ地図ないかな。あった。今 E で出てどの辺行ったんかな。こっち、こっち、あ、ちゃうわ、ここが共産党のなんかあったから、この辺一帯なのかな。この辺かこの辺一帯だと思います。さっき言ってたの多分中学校とかこの辺ありましたもんね。
この辺一帯が多分そういう場所ですね。カフェとか。こういうところも面白そうですけどね、路地も。で、ここはこれなんか川があるんですか、これ。あんまり分かってないんですけど、全体が。まだちょっと勉強したいと思います。この東山口自体はここですね。ここにあります。甲州東駅がここ。で、テレビ塔じゃないわ、甲州タワーがここですね。まあちょっと、西の方になるんですかね。甲州駅はここ。そんな感じです。では皆さんまたよろしくお願いします。